昔々あるところで、ローレンシア大陸とゴンドワナ大陸が衝突し、アイルランドの島が生まれました。そしてイギリスから巨人たちがやってきて、リフィー川のほとりにダブリンが作られました。そこへある日、大きな雷が起こちます。それはハンプティダンプティがフェニックス公園のマガジン要塞の壁から落ちる音でした。ハンプティは粉々になり、世界各地に石の遺跡となって散らばりました。アデスの池から、 カエルの鳴き声が響く中、ワシリー・ブスラーエフがムハンマドのラクダに乗って、エルサレムへと巡礼の旅に出ます。一方、エジプトでは、イシスがオシリスの復活を祝って宴を開いていました。歌と踊りで酒場が賑わう中、マゴグがグランタに恋をし、イブとリリスがにいがみ合います。すると一行は案内係のケイトに連れられて、ウェリントン博物館に入場しました。 ヨーロッパの兵隊たちが世界各地で繰り広げた戦いが、記念碑の内部に地獄絵図のように展示されていました。やっとのことで外に出ると、3話のカラスと2羽のハトが霧の中へと飛び立ち、1話のニワトリがキリル文字やルーン文字、オアム文字やグラゴル文字をせっせと土の中から掘り出していました。バイキングの王族が喧嘩をして、ダブリンに弦楽器の音色が響き、 アンナリリアがイギリスにプロテスタント革命をもたらします。そして目を凝らしてみると、霧の中から4人の賢者たちの声が聞こえてきましたが、それはオプトフォンが再生されているだけなのでした。